人、物、金をテキサスへ CCIM のルークですえ私は今日はニューヨークに来ていますえこれからニューヨークで世界に酒を広い広めた名誉聞き酒師、ボン・ヤギさんと一緒に彼の数あるレストランの一つ蕎麦屋で一緒にランチをします 今晩は私の娘らとボンや木さんのほかのお店酒蔵で会食をする予定ですさて今日のサムネイルガソリンスタンドの給油機の価格表の横に貼ってある、えー、ステッカー、えー、左上はバイデン 大統領が写っていて I did t h t これは私がやったって書いてあるんですねこのステッカー今全米で大ヒットしていますもともとカリフォルニア州の小さな自動車部品店がまあ、冗談で作ったステッカーなんですけれども一気にアメリカの国内に広まりましたこれは このガソリン高騰が今のバイデン政権のせいだとアメリカ人が強く思っているからなんですね。アメリカの国民は本当に怒っています。アメリカは車社会なので、えー、本当にね靴代わりに車でまああちらこちら行くのでそのガソリン代がどんどん高騰しているというのは一番こう目立つんですね。 結局はアメリカのトップの指導力が問題だとトランプが大統領だったらこんなことにはならなかったと多くのアメリカ人は思っていますアメリカの調査会社ギャラップによるとアメリカで最大の課題は何かということでそれに対してインフレだと答えた国民は 4月の時点で17%でしたこれは2か月前から7ポイントアップした数字となっていますほかにです、ね、例えばこれは移民問題だとする人はたったの7%新型コロナウイルスのいが一番問題と答えた人は4% それに比べて17%というのは結構高い数字なんですけれどもそのさらに上を行くのが、えー、これがですねこの貧弱なリーダーシップというのが20%なんですね。多くのアメリカ人は今のバイデン政権が弱いリーダーだと言っているわけですね。 そしてこの民主党の政党支持率というのはインフレが上昇するのと逆走感を描くようにどんどん低下が続いていますフルタイムで働く人の給料からインフレ分を差し引いた実質賃金これは2021年10月から12月期の1年半で 8も下がったんです FRB= アメリカの連邦準備理事会が前回利上げをした2015年から2018年の時は3%の上昇だったんですね。需要の強さをうす消費者物価。これは素材や 人手不足の影響で供給が制約されるという、まあ、大変なことになっています。バイデン大統領の支持率は4割ちょっとですね。まあ、1年前はそれでも57%あったので、えー、下落したままです。3月には消費者物価指数、CPI が前年同月比で8.5%も上がっています。 物価がまあ今後まあ仮にね落ち着いたとしてもアメリカの国民の怒りは大きいです。この40年ぶりの高インフレ、トランプ待望の動きというのが加速しているアメリカです。以上テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。